本日から元号が令和となります。令和時代最初の動画投稿となります。皆様よろしくお願いいたします。ジェイさん、ええ、お疲れ様です。どうしたんですか。ちょっとあの私も YouTuber モードになろうと思って。マジですか。ちょっとあのそれ 俺のカメラやそれ。あのお借りしました。じゃ俺自分で編集するの。あ、そうですね。ちょっとあの YouTuber、 野球の YouTuber の荷物チェックをしようかなと。荷物チェック。野球ないけど大丈夫。野球ないけどやっぱ野球 YouTuber たるものやっぱなんか入ってるんじゃないですか。マジですか。というわけで寄ってきちゃったよ、通りも。いや気になるんですよ、バッグの中身が。寄ってきたよ。うぇー、ほら。はい、はい、ね、というわけで紹介する。お願いします。全然入ってないよ、野球系。いや、なんかあるでしょ。まずあのパソコンね。あ、これで山編集してんね。はいはい、外でもね。はい、パソコンですね。で、まあ携帯ですね。はい、ミニオンのあのカバース。なるほど、はい、で、これがさっき買ったあの10円差で買ったやつ。はいはい、エルボーガードね。はい、これ、あらあら、 SSK の、 あのバッティング手袋なんですけど。え、あの休日なのに。休日だけど、なんかなんかね、持ってようと思って。やっぱり入ってるんですね。なんか入ってる、なんか入ってる。これあの1月に買ったばっかなんだけど。へぇ、千葉の前原スポーツさんのところで。へぇ、回してもらったやつなんだけど。なるほど。あとこれですかね。あー、あれですよね、リザードスキンズ。あ、リザードスキンズ、そうだ、リザードスキンズ。そう、リザードスキンズ。うちのチームの友が、アプリの友が。マジですか。うちのチームって言ったら、うちのチームややこしいけど、土曜日のチームのアプリも所属してる友が同じやつ。あ、同じの好きだよ。はい、ムコースの平谷さんから。あ、GM。 そうそう、去年あのタンプレでもらったんですよ。へー、いいですね。使ってますか。ピッチャーじゃない時。あ、そうですよね。時は使ってます。なるほど、はい、で、これさ、結構いい感じの柄じゃん。はい、よーく見るとさ、見える、これちょっと見える、アップできる。この白いとこ、星マークがあるんですよ。こう分かんなかったでしょ。あ、分かんなかった、気づかなかったでしょ。白いとこだけ星マークあるんですよ。へー、すごいですよ、意外とね、隠されたところで。こういうなんか工夫がなされております。職人の技ですね。はい、でこれもなんかあったらと思って、はい、こうで、右腕こう大事なんで。休日に何があるんだろう。なんもないかもしれないけど、一応こう取って、はい、はい、もうせっかくなんで全部。あとこれかな、これ知ってる。あ、それあれじゃないですか、皆さんが野球 YouTuber みんな着てる、あのアクティブームってやつなんですけど、はい、あのインナーシャツ。これあのプロ野球選手が多分もう100人以上着てるような。いや、人気のかっこいいですよね、やつで、アクティブームっていうメーカーなんですよ。はい、はい、これ後で、動画の概要欄に貼っておきます。おい、オンラインショップでも買えるんで、だいたいこれがね、3500円ぐらいかな、確か。へぇ、ぐらいで買えます。あ、そんな高くないんですね。長袖の黒とネイビーと、ブルーとレッド、あとエンジ色もあります。へぇ、楽天色みたいな。へぇ、かっこいい。あります。はい、絶対かっこいい。持ってないの。持ってないんすよ。持ってないの。はい、着る。マジっすか。着る。いいよ、試着あげるよ。マジっすか。あげる、あげる、いつもの上げ癖で。はい、あげるよ、どうぞ。いただきます。でね、まだあるんだよ、これは。知らないかな。あ、まだ。じゃあそれ、あ、それもアクティブーム。これもアクティブームなんですよ。へえ、新商品で、ちょっと俺も機会があったら着ようかなと思って。なんかチャックみたいなの見えるんですけど。そう、これ VT、 V ジャンってこう長袖のさ、はい、V ジャン、はい、これは VT っつって、あの半袖のやつなんですけど、これもなんか今日なんかあったら着るかなと思って。なんかあるんですね、休日なんかあるかなと思って、休日なんかあるかなと思って持ってきたんで。今日別に何も打ち合わせしてないよね。何もしてないです。打ち合わせしてなんか今日10円昼前ぐらいに連絡がポンって。そう、10円遊びに行こうって言っただけで、何もなく、ただこれちょっと着るかなと思ってちょっと持ってきたんだけど。なるほど、休日に。そう、これもね、これも実は販売したばっかで、はい、オンラインショップで買ったんですけど、はい、なかなか着る機会がない。なるほど。どんぐらいですかね。その中に着てるやつはこれですか。はい、これもアクティブームなんですよ。アクティブームボルヨシじゃないですか。これアクティブームのパーカーで、結構薄手なんですよ。これ試合の、まあ、合間とか休日関係ないですね。休日も着ますね。休日も試合の時も着れるようなパーカーになってます。なるほど、はい。で、まあ、これかな。へぇ、
やっぱこれはみんながね、電車の中でこうやってこうやって電車の中でいやまあ職質はされないでしょうけど、されないですけど、もうこういうふうにこうぼーっとしながらこうみんなこうやって、いやそんなやついないわでいない、いないですね。釣り革じゃなくて、こう釣り革じゃないけど、こう釣り革持ちながら持ってこうやってこうやっていき、いやなんか俺もこの前ラウンドワンでそういうことやりましたけどまあまあまあ、まあ、一応これもあの入ってます。結構あんな野球系な。でまたこのアシックスのあらなんですけど、ガッツリ入ってるじゃないですか。いやいや、これグローブじゃないですよ。え、なんですか。これあのカメラとか第二カメラ。あ、もう野球 YouTuber はビデオも入れんのもアシックスになるんですね。そうそうそう、第二カメラと、あとあのパソコンの充電器。なるほど。これ携帯も充電できます。あとあの翔平 TV の名刺、あ入ってます。さっき出番ありましたもんね。そう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 。あとは、まあ、あのベンチパックとか、あこういうのが入ってますね。そんなもんだな。あと前動画紹介したあのスパークユーっていう、あなんかケアするはいはいはいやつとかも、なんかあったら やろうかなと思って。なんかあるんですね休日にも。なんもないけど、休日じゃなんもないですけど、そう入ってます。こんな感じですね。あとあのね、ちょっとおもちゃちょっとだけある。おもちゃも紹介していい。なんすかおもちゃ紹介して。あのこの間あのね、射的したんですよ。射的はい、映ってる、映ってます。射的したんだけど、その時に射的で一気にこう何個か取ったんだよ。スライムなんすか、グラブの手入れでもするんですか。グラブスライムっていうスライムなんですか。本当にグラブスライムなんですかそれ。グラブ用のスライムです。冗談です。冗談ですか。スライムこれは遊べるんですよ。ズルーって、うーやばくない。それも電車の中で。これ電車の中でやるんです。これスライムで遊ぶ。危ない危ない危ない。エサだと思ってる。エサだと思ってる。死んじゃう。そう、このスライムで遊ぶっていうね。ほら、スライム、って。懐かしい。で、これを、まあ、この間遊んだ時に、はい、あの、取ったんだけど、そのままカバンに入れっぱです。なんかもらおうとしてれば鳥が。もう鳩が。鳩はスライム食べれませんよ。食べれません。まあ、そんな感じですね。なるほど。はい。まあ、こんなもんですよ。これが野球 YouTuber の休日の翔平 TV の休日はこんな感じです。なるほど。やっぱ基本的になんかこういうなんかないとなんか心配みたいな感じですね、はい、あ、ちなみにあの暗車、はい、暗車もあらアクティブブス、奥でも暗車もアクティブブス、奥でもそう、なんかもう私服がもうアクティブブだらけになってて、首もね、そう首ね、なんかあったかな。いやもう気になる、ちょっと気になります。首まあ、これはあのアクセフィブルガードっていうさ、体幹が強くなるやつなんですけど、はいはい、これあの新商品みたいで、あの買ったんですけど、これシリコンなんですよ。へー、前までのやつはゴムなんですけど、はい、あれも伸びてもうビヨーンってこの辺になっちゃったんですよ、はい、ちょっとまあ今はないですけど、あのモンタナスポーツさんにあのゲンダグローブを、まあ、お貸してもらってるんですよ、はい、でそこの入れる手入れるところの横に伸びちゃったゴムのやつ、はい、くりつけてあるんですよ、はい、これでまあちょっとおしゃれに行こうかなと。なるほど。ちょっと置いてあります。もう一個はこれ、はい、これコラントってっていうの知らない。高いやつですよ。値段が高いですけど、2000ぐらいですかね、はい、カープの菊池選手とか、へえ、フィギュアスケートの宇野昌磨選手とか存在してるんですけど、あんまり詳しくは知らない。知らない。これ肩こり系ですね。へえ、肩こりにいいやつ、医療機器なんですけど。なるほど。まあ、これをつけて、まあ、カメラで肩凝ってきました。大丈夫ですか、つけますかで、これね、つけ方が結構、ここも分かる、ここで外れるんですよ、はい、へえ。これ、ほら違うわね。あ、なるほど、なるほど。そう、で、こういう風につける感じ。なるほど。逆側もつけます。逆側も外せばつける。あ、なるほど。そういうやつですね。はい、コラントってとアクセフィベルガードをこうコラボして贅沢に、はい、贅沢に。で、アクティブウム、もう完璧ですね。赤も買っちゃったわけよ。はい、赤もうちにね、赤と青とエンジと黒とネイビー全種類ある。みんなもらいに翔平さん家行けばいいんですか。やばい、押しかけないでこの動画がいいと思ったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それでは、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。本日のご視聴ありがとうございました。もしこの動画がいいと思ったらチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやっておりますのでフォローの方よろしくお願いします。今後動画でやってほしいことがあればコメントにどんどん書いていってください。お願いします。
また見てねー。やったゴールデンウィークイベント告知、みんなで野球しよう。5月4日土曜日、入間市中央公園にて行います。ぜひとも参加してください。さあ行くぞ。